はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学証明チャレンジレベル7をお送りします。でね、ついにもうレベル7までやってきましたけども、で、前回のレベル6はね、今までと違う結論の書き方をやってもらって垂直の証明をね。で、今回レベル7はですね、まあ見て読んでもらったらわかるんだけど、合同とか長さが同じとかではなくって、ある三角形が二等辺三角形なんだよねってことを証明してもらいます。だからまた違うタイプの問題になるね。で、証明ね、問題も書いてあって、1番から11番まで。で、この1番と2番に関しては、頭の中で思ったことをちょっと言葉にしてもらいます。で、3から11までが証明なので、できそうな子はね、この辺で止めてやってみてください。で、ちょっとね、不安な子は、一回説明を聞いてもらった後に、後でね、自分でやってみてください。いいかな？じゃあ、早速ね、俺は解説を始めていきますので、どうぞ、よろしくお願いします。じゃあ、行こうか。で、まずね、問題の確認なんだけど、この図はね、動画をずっと見てくれてる子がいたら、きっと見たことがあります、この図。これは、4つ前ぐらいかな、3つか4つ前の、二等辺三角形っていうタイトルの動画で、角度を求める問題で1回使ってます。全く同じ図。ね。で、今回は角度ではなくて証明で使う。でも、その時に勉強したポイントをフルに使えますので、そこでね、しっかり覚えてる子は結構わかりやすいかもしんないね。では行こうか。まず、ABCD っていう長方形があります。これを、この対角線 AC ね、これを折り目にして、うんって折ってきます。こうやってね。で、折り目として折り返して、D が映ったところが E です。この時に、三角形 AFC、つまりここです。AFC、この三角形ね、大丈夫？ここが二等辺三角形になってることを証明したいんです。では行こうか。で、まずね、頭の中、二等辺三角形ってことを証明するには、ほにゃららかほにゃららってことを言えばいいんだよなって思ってください。で、まずこれは答えからいきましょう。これはいきますよ。どっちにしよっかな。青からいこうか。まず、この場合だったらね、 FA イコール FC か、角 FAC イコール FCA ってことを言えばいいんだよなってなります。どういうことかっていうと、二等辺三角形っていうね、そういう三角形の特徴としてはさ、ここの長さね、この長さが同じになるか、ここの底角ね、ここが同じになるかのどっちかしかないっす。だからこの辺で勝負するか、角で勝負するかのどっちかを言えばいいんです。で、それは任せるね、その問題によっても違うしね、みんなのやりやすい方でも違うと思う。で、それをどっちかを言いたいんだけど、今回は赤の方です。角度で勝負をします。実は辺でも勝負できるんだけどね、もし辺でやった子はきっとね、この三角形とこの三角形の合同で勝負します。それでもいいっす、別にね、大丈夫だよ。ただめっちゃ長くなる、答えが。だから今回は角度で勝負だから、宣言がない、合同条件もないっす。理由と結論だけの勝負でいくよ。これは覚えちゃえばめっちゃ楽なんで、いこうか。じゃあね、早速この角度、こことここが同じになることを言うための証明いきます。で、まずですね、ここほにゃららはほにゃららをほにゃららものだからね、もうね、わけわからないと思うんですけど、いくよ。これは答えから書きます。三角形AEC、 ここです。 AEC、 この三角形は三角形 ADC ね、を折り返したものだから。これ意味わかるよね。 AEC、 この三角形はこの ADC を折り返したものでしょ。折り返したものだから、ここ勝負ね。ちょっと青にします、ここは。なので、角
FACE FAC と DAC 各 DAC が同じになります。これは FAC ここね、ここの角度とここの角度同じになる。これ前の角度の問題でやったね。折り返した後と折り返す前は絶対同じになる。だからこうなります。で、本当は三角形で EAC って書くべきなんだけど、どうせ二等辺三角形のことを言いたいので FAC ってワード書きます。俺これ別に EAC でもいいからね。でも大丈夫です。いいね、 DAC でこれが同じ。まずここが同じになりました。で、次は AD と BC かな。 AD 平行 BC の入るかな、錯覚よりです。で、錯覚より先に書くとこれね、わけわかんなくなるんでね。 DAC と DAC と ABF か FCA か、角 FCA イコール角 DAC です。で、これどういうことかっていうと、錯覚、俺よくね Z の錯覚って言うでしょ。錯覚の Z って言うんだけど、ここに逆 Z を書きます。こうです、逆 Z。 そうするとこことここが同じになります。それがFCA、 これね、 FCA のここと DAC のここが同じになる。いいかな。で、1番と2番より先に答えを書いてしまいますね。書くと角 FAC イコール角 FCA になります。で、これどういうことかっていうとね、これよく証明で使う技なんだけど、ちょっと見ててね、頭の中整理しながら頑張れよ。いくよ。まず×と×、こことここが同じなのでしょ。で、今こことここが一緒なの。この2個が一緒で、この2個が一緒だったら、黒に変えとけばよかったね。こことここも同じになるよねって。わかる？これとこれが一緒で、これとこれも一緒だから3つ全部一緒なんだよ。だから黒のね、こことここが同じになるよねっていうのが9番。大丈夫かい？で、こことここが同じになったからね、なったので、よいしょ、最後に結論いこうか。よいしょ、2つの角が等しいので、よいしょ、等しいので三角形AFC は二等辺。これが結論ね。ちゃんと書くんだよ、ことは。二等三って感じだ。二等辺三角形と書いて、これで結論が終わりです。いいかな。合同全く使わないでしょ。角度だけで勝負します。なので大事なのはここね、この6番と8番。いきなりこの黒2個が言いたいんだけど言えないん、こことここが同じって。だから間を介するっつうか、ここが一緒でこいつを使うんだけど、ここが一緒でここが一緒だから結局ここも一緒じゃんっていう、よく証明で使う技です。いいね、これを覚えてください。いいかな。では今回は中学校2年生の数学証明チャレンジレベル7をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。次はですね、証明をちょっと一回ね、ストップして逆っていうものとか、あと正三角形についてね、説明していきますので、もしよかったらね、そっちも見てみてください。それでは、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。